てます。この男、奥村茂雄がやってまいりました。さあ、ジュニアの赤鬼、私、淵正信が入場してまいります。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー230パウンド奥村茂雄、赤コーナー235パウンド淵正信。レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。足を殺してまいります。ブレーンバスター高速で投げてまいります。参ります。エルボーを落としてまいります。あります。肘を打ち込んでまいります。テイクダウン。そのまま決めてまいります。行くのか。倒してまいります。殺法に転じます。組み合います。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれをいたわないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね、この辺りの攻防見逃せませんね。そういうね、レスリングの攻防が面白いんですよ。そうですね。エルボー、組みに行きます。に肩をつけます。カウントは2つ。さあ、今宵もこの男のグレードの高いレスリングというものが展開されるのでありましょうか。その的確なレスリングテクニックで常にファンを魅了していくこの男は、一瞬たりとて見逃すわけにはまいりません。ハンマーを振り下ろします。打撃をただ耐えたらね、僕らはメリケンって言うんですよ。肉離れの症状が出てしまうんですよ。だから上手に組みを取らないとね。なるほど。ドリラホールパイルドライバー、逆水平ロックアップ。僕ら専門家だね。こういった受け身の形を見ているとまだフォールにならないっていうのがね、大体わかるんですよ。ああ、そうなんですか。このあたり決まり具合はいかがですか？いや、セットまだ甘いです。なるほど。組みに行きます。そのまま倒してまいります。荒っぽいファイトを展開してまいります。腰を落とします。させません。ロックアップ、ロープに来ました。足を狙ってまいります。コーナーに振った。組み合います。
に投げてまいります。コーナーに登る。ここは戻ります。腕をフックします。打たせません。行くのか。ネックブリーカードロップ、ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。対角線に飛ばした。パンチで返します。ここは戻ります。足を抱えます。パンチで返します。顔面を蹴り上げます。この辺りのグランドカットなんですよ。どうですか。これがねプロのレスリングですよ。そうですね。ボディスラムで投げてまいります。ロックアップ、リング下に落とします。リング下に降ります。行くのか。バックを取ります。外してまいります。組みに行きます。あっと鉄柵、キックを打っていきます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。このさ、もうなりふり構いませんね。そうですね。腰に手を回した。かわず落とし。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。蹴っていった。ロボロッカーミサイルキック。抜くのか。ダブルアームスープレックス。組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。
きにかかうまく切り返した。完璧にたどり着きました。残り時間3分ヒッコリーか蹴り上げていく。抱えた。あっと DDT。 あっとドロップキック。レフトハンドのライアット。ストッピング強烈。さあどちらがクライマックスの主役になるのか。まさに感動シンドロームであります。気合を入れた。フロントキック。カバーの体勢。返しました。ストッピング。残り時間1分ワンミニッツ。バックを取ってバックだ。言えるんじゃないんですか。そうですね。それだけのことを毎日やってますからね。はい。場外に落とします。
リング下に降ります。行くのか、投げてまいります。リング内に戻ります。己の体の身を信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあ、その男が今夜も重戦車のキャタピラを回していくのでありましょうか。打たせません。ネックブリーカー、ボルテージが上がります。組み合います。逆に倒します。行くのか、パンチで返します。掴みます。ハンマーを振り下ろします。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。強烈であります。 DDT エルボー、ブレンバスターに取ります。脳天砕きブレンバスター。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。組み合います。させません。ブロックします。レスラーに技を振っても倒れる時はものすごく上手いんですよ。これは分かんないかもしれませんが、あまりにも上手に倒れるので、そのまま締め上げる。ハンガーを落としていく。起こした。腕をフックした。させません。馬場さん、もう精神力だけで打ってますね。そうですね。強烈に
フックした。おっと、叩きつけていった。そのままベッドを叩きつけていった。カウント2つ、惜しい。15分で決定、デフティーミニスパス投げていった。ブロックした。トップロープを狙う。ダイビングエリアット、もう泣いているファンもおります。これだ、これこそ感動シンドローム。ロープに振って、あっと、ネットにガタック、ランニングでであります。この男、荒谷信孝が入場してまいります。シングルマッチ45分一本勝負を行います。ロトンダ青コーナー275パウンド荒谷信孝、赤コーナー260パウンドロトンダマイクロトンダ、レフリー和田恭平。あらや、今ゴングが鳴りました。放送席はジャイアント馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。掴んだ、させません。組み合います。フライングメイヤーで倒します。
そのまま決めてまいります。ロープに逃れます。あっとエルボー、行くのか、逆に振り返した、コーナーに打ち捨ててまいります。ロックアップ、パンチで返します。組みに行きます。ロープに引った、パンチ攻撃です。馬場さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか。それはそうでしょうね。自分が強くなれば相手も強くなりますからね。負け前として練習しますから。はい。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。ボディスラム、あの天竜に最もしごかれ、そして叱咤激励されてきたこの荒谷信孝、外人レスラーにも当たり負けしないパワフルボディ、そして師匠天竜から受け継いだ反骨心で新たなファイティングロードを歩んでまいります。膝を殺してまいります。抱えます、耐えます、外してまいります、蹴ってまいります、場外に落とします。リング下に降ります。あっとバックに回った、そのまま後ろに落としてまいります。リング内に戻ります。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、逆に振り返して、倒れることはね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、受け身を取ってるわけですからね、こういうところが面白いんですよ。あ、そうなんですか。エルボーを入れていきます。組み合います。ワイヤーマンズキャリー、ゴールに入ります。ロープブレイクであります。フロントからのキック、この辺り負けん気の強さというものが出ていますよね。素晴らしい気合ですよ。技の仕掛けはものすごく速いですね。やっぱり勝ちにいってますね。そうですね。張ってまいります。腕をフックします。キックを打っていきます。サイドバスターで叩きつけます。トップロープを奪う、キャメルクラッチの体勢です。エルボー、行くのか、ロープに引いて、そのまま後ろに投げてまいります。腰を落とします。そのまま後ろに落としていった、組み合った、ロープに引った、強烈に叩きつける、いけるか、ロープに飛ばした、スモールパッケージで丸め、岸壁の母の胸に抱かれました。バックに回った、ハンガーを落としていく、腕を回した、担ぐか、打ち込む。
腰を落とす。おっと、エアプレインスピンだ。カバーした。完璧にたどり着きました。腕をフックした。これだと敵の取り合いのない投げ方が一番危ないですよ。かかとが顔に入りましたね。抱き起こす。ガゼット組み合った。かわず落とし。引き起こす。エアプレインスピード体勢。そのまま体固め。処方箋を下すのか。殺人医師スティーブ・ウィリアムズがやってまいります。バートンさん、スティーブ・ウィリアムズ、スティーブ、バートンさん、特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー270パウンド、バートンさん、マイク・バートン。赤コーナー280パウンド、スティーブ・ウィリアムス。レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。放送席はジャイアント馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。腕をフックします。強烈であります。DDT。キックを打っていきます。行くのか。ボディスラムで投げてまいります。ハイな力で締め上げてまいります。ロープブレイクであります。掴んだ。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。ハンマーを振り下ろします。ロックアップ、ワイヤーマンズキャリー。変形の羽交い締めに持っていきます。ロープに逃れます。フロントからのキック、蹴ってまいります。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。組みに行きます。外人選手は意外と脆いところがあるんですよ。何かというと、ちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。コーナーに振った。
第1級岩石落とし主であります、このスティーブ・ウィリアムス。相手を一瞬で引き抜き、頭から垂直に落とす殺人バックドロップは、まさに一撃必殺の破壊力を持っております。足を殺してまいります。組み合います。させません。馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね。面白い体の入りようですね。あっと、スパインバスター。ボールを返します。組みに行きます。そのままグラウンドに持っていきます。ストンピング、蹴りつけてまいります。ナックルを打ち込んでまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。乾いた音が館内に響きます。抱えます。耐えます。パンチで返します。ブレンバスターに取ります。打たせません。簡単にはいきません。行くのか。ロープに引った。パワースラム。ロープブレイクであります。バックに回ります。ここまで出ません。本当にすごいですよ。ストッピング、蹴っていった。ガチッと組み合った。逆に振り返して、スパインバスター落としていった。トゥーカウント、まだ足りません。サイドを取った。ドクターボムに持っていった。もういいな。実際的な戦いじゃないんですよ。お互いに精神力な戦いですよ。場外に落とした。場外に移行した。掴んだ。抱え上げて、結成されました。その姿を今表します。
無刀行け長井特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260パウンド武藤圭司、武藤240パウンド太陽圭半、赤コーナー240パウンド川田俊明、240パウンド長井みつや、レフリー和田恭平。運命のゴングが打ち鳴らされました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。ショルダースルー、ここでタッチです。ホールに入ります。組に行きます。ボディースラムです。叩きつけます。組み合います。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。腰を落とします。入れていきます。スイッチしてまいります。あっとエルボー。キックで返します。逆水平。胴を打ち込みます。さあ粘着質よろしく、締めに転じてまいります。ロックアップ、逆に振り返した。浴びせ蹴り、ここでタッチです。掴みます。足を殺してまいります。掴んだ、強烈に打ち込みます。チョップであります。組に行きます。逆に振り返して、キックを打ってまいります。掴みます。させません。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。打たせません。外してまいります。
そのあたり一発一発が重いですね。あれはものすごい重たいですよ。キック攻撃を見舞ってまいります。逆に投げてまいります。チョップが唸ってまいります。エルボーでブロック、スイッチしてまいります。掴んだ、回転してのキックです。起こしてまいります。顔面へのキックです。ここでタッチです。組み合います。対角線に飛ばした。10分経過、10ミニッツパス。行くのか、ボディースラム、ストンピング、蹴りつけてまいります。顔面を蹴り上げます。何か奥が深いですよね。そうですね。スイッチしてまいります。ラフサッポーに転じます。掴みます。スピンキック、足を抱えます。研究していますね。攻防が面白いんですよね。コブラクラッチの体勢。抱えた。ストバックを狙っていく。掴んだ。効きましたね。簡単になりましたかね。これで決まったか。岩壁の母の胸に抱かれました。ここでスイッチ。足を取った。打たせない。さあタッチ。
ガチッと組み合った。かわず落とし、ストッピング、フィギュアフォアレッグロック、足を抜いた。そうですね、まだ辛抱できると思いますよね。いけるか、ビクトル式に持っていった。組み合った、あっと投げていった。完璧にたどり着きました。ここでタッチだ。入りましたね。ここでスイッチ。